2022年3月、グランドキャニオン、アンテロープキャニオン、モニュメントバレー、第3章。3月8日火曜日、アンテロープキャニオン観光。グランドキャニオンイーストリム。国道89号線沿いの絶景。世界一のフォトスポット、アンテロープキャニオン。コロラド川、グレンキャニオン。ラサイアンより、240キロ、明治へ。8時27分、快晴の朝、ラサイアンを出発。8時31分、公園の南口。昨日の朝、雪で見えなかったイーストリムへ。8時38分、パイプクリークヴィスタ。正面、16km 先にノースリム。8時43分、ダーク女ロック。ダーク女ロック、アヒル岩です。2016年2月12日撮影、メイとメイの娘さん。左側、奥の大地はノースリムです。コロラド川は西から北に向きを変えました。8時50分、ライルビュート。ナイルビュート、ヴィシュヌテンプル。ヴィシュヌテンプルは最も驚異的な自然の彫刻と賛美されました。2012年2月12日撮影、ヴィシュヌテンプル。昨日の名残の雪です。なぜか除雪されずに残っています。8時58分、グランドビューポイント、標高
2256m、 グランドビュー岬、トレッキングの起点の一つです。コロラド川まで 16km、 標高差は 1km。 左の大地はノースリムの最南端です。コロラド川は向きを変え北へ、右奥の大地は川の東岸です。峡谷の非常に人気のある景色で、東への旅人が最初に目にするコロラド川です。この岬からは北から西へのグランドキャニオンのパノラマビューです。9時23分オーナンポイント、標高2182m、 風のない静かな日には遥か下のコロラド川の川音が聞こえます。この岬は著名な風景画家トーマス・モーランにちなんで名付けられました。国立アメリカ美術館所蔵、1874年モーラン制作の絵画コロラドの割れ目はグランドキャニオンの国立公園指定に貢献しました。9時39分、リパンポイント、標高2243m、 リパン岬からはサウスリムで最も広大な峡谷の景色を見ることができます。この広々としたパノラマビューにはピラミッドに似た多くの戦闘やビュートが見られます。西向きの景色は長大で、断崖の壁は黒、灰色、赤、茶色、非褐色、まさに多彩です。日の出日の入り、夜空を楽しむのに理想的な岬です。愛され愛して幸せに満ちた。9時47分、ナバホポイント、標高2275m、 ノースリム。エスカランチビュート、カーデナスビュート、コロラド川東岸。潮風の中で愛され。ナバホ岬は日没の人気撮影スポットです。幸せに満ちた恋を。10時、デザートビュー、標高2267m、デザートビュー展望塔。エスカランテビュート、ノースリム。
にコロラド川上流。コロラド川東岸、平らなコロラド高原、コロラド川はまさに大地の割れ目。口づけ交わして、シーダーマウンテン、生まれてくる潮風の中で愛され。10時30分、グランドキャニオンとお別れです。アリゾナ州州道64号線へ。公園の東口を通過。ページへ残り約190キロ。さよならの一言で二人は別れる。潮風の中で愛され。11時1分、US89 国道89号線です。残り約140キロ。US ルート89、国道89号線は米国西部縦貫道路です。アリゾナ州フラグスタッフからイエロースタン国立公園経由カナダ国境まで2015キロ、別名を国立公園ハイウェイ。米国西部にある7つの国立公園を結んでいます。ナショナルジオグラフィックは US89 をドライバー好み世界一の道路に指定しました。11時18分、この地区の US89 ページまでの約130km はナバホネーションの中を走っています。ナバホネーションは約7万1000平方キロ、ネイティブアメリカンナバホ族の領土です。北海道の約9割に、東京都の約34倍の面積です。居留地が伝統的なふるさとと重なる数少ない先住民族の国の一つです。ナバホネーションは居留地の法人所得、財産、個人所得に課税していません。
アリゾナ州もまた居留地の部族の財産と居住所得には課税していません。連邦及び州は居留地の企業誘致の観点から法人所得に対して多くの税制上の優遇措置を実施しています。11時25分、残り約 100km。 コロラド高原は非常に安定した地塊の上にあります。高原は面積33万7000平方キロメートル、日本の本州の約 1.5 倍の広さです。カナダやアメリカが乗る北米プレートの下に潜り込んだプレートがありました。そしてコロラド高原は水平に堆積岩が積み重なったまま1500メートルないし3350メートル隆起しました。そして少なくとも過去6億年の間、地塊は周極も断層も断固に拒み続けた奇跡の大地です。そしてグランドキャニオン、国立公園など特異で雄大な大地の造形美を多数見ました。11時39分、11時46分。あなたとの道の危う
11時54分。12時、アンテロープパスビスタ。標高1635メートル。平地の割れ目はコロラド川。残り約38キロ。奥の山はナバホ山3154メートル。大地からの高さは1288メートル。12時17分、ホースシューベンド。ホースシューベンド見晴らし台は有料になっていました。見晴らし台行きは中止。2005年6月24日撮影、ホースシューベンド馬蹄曲がり、ホースシュー馬蹄です。同じく2005年6月24日撮影。ページまで残り約5キロ。12時30分、ページマクドナルドで昼食ゲット。
奥の山ナバホさん、12時55分アンテロープキャニオンナバホツアー。ここはナバホ族が管理するナバホネーション。ツアートラックに乗りました。インディアンルーラルロード、インディアン統治道路です。向きには川になります。渓谷の入り口と出口は地表と同じ高さです。渓谷はアリゾナ州ページ近郊のナバホ族の土地にあります。ナバホの言葉で水が岩を流れる場所と呼ばれるアッパーアンテロープキャニオン、幅は3メートルほど、高さは20メートル余り、長さ約800メートル、幅の極めて狭い切り立った渓谷です。アメリカ西部で最も写真撮影される渓谷と言われています。2016年、日本人に人気の海外観光スポット第2位にも選ばれました。ナバホ砂岩の渓谷は鉄砲水や風などの浸食により形成されました。雨季に降る雨水はアンテロープの谷間を流れ、狭い通路に至ると水は加速して砂岩を激しく削ります。長い時間をかけて浸食が進み、流れるような岩肌となりました。渓谷の入り口と出口は地表と同じ高さです。渓谷内部は平らで、標高差もほとんどなく歩きやすいです。光と水が作り出した自然の絶景です。キャニオン東部の開口部から直接入射する太陽光の光棒はまさに絶景。2005年6月8日撮影。同じく2005年6月8日撮影。口づけ交わして、恋はいつも生まれてくる。潮風の中で愛され、愛して幸せに満ちた恋を誰が信じよう。それなのに時ゆけば夢さえ色あせ、さよならで二人は別れる。14時25分渓谷出口です。谷から河岸へ、渓谷の上を通り、ツアートラックの待つ渓谷入り口へ戻ります。幸せに満ちた恋を誰が信じよう。河岸には特異な景色が広がっていました。ナバホ砂岩の大地です。ビュートです。君の名は？
14時50分キャニオン入り口に戻りました。15時30分ページのグレンキャニオンダム展望所へ。15時40分グレンキャニオンダム展望所。今夜の宿ホームトゥースイート前で右折。グレンキャニオンダムが見えました。15時46分グレンキャニオンダム展望所です。ナバホ砂岩の大地です。グレンキャニオンダム、アメリカで2番目に高いコンクリートアーチダム。コロラド高原という奇跡の大地に作られたダムです。高さ220メートル、幅475メートルで、1956年に建設が始まり、1966年に完成しました。フーバーダムに次ぐ米国南西部で2番目に大きな水力発電所です。発電量は132万キロワット、黒部ダムの10倍です。ダムは米国最大の人工湖の一つであるパウエル湖を形成しています。周辺はグレンキャニオン国立保養地で、毎年何百万人もの観光客が訪れています。コロラド川、長さ 2330km、 流域には大峡谷と激しい急流、11カ所の国立公園、そして4000万人の命を支える水源です。
16時20分グレンキャニオンダム展望台からワーウィープ国立保養地へ。今夜の宿ホーム2前を通過。グレンキャニオンダム展望所よりワーウィープ国立保養地へ。16時19分ダムの上を通過。 US89 国道89号線です。ワーウィープ国立保養地入り口です。16時28分レイクショアドライブナバホマウンテン展望所を通過。ナバホ山標高3154メートル、大地からの高さは1288メートル。16時32分ワーウィープ展望所。ナバホ山です。ワーウィープ湾ワーウィープマリーナ。ワーウィープ展望台へ移動。ワーウィープ国立保養地ゲートを通過、園外へ。16時35分ワーウィープ展望台。大地の割れ目コロラド川。
タワービューと標高1611メートル。ナバホ山標高3154メートル。ワーウィープマリーナ、ワーウィープマリーナはレイクパウエルリゾートの最大のマリーナです。各種レストラン、キャンプ場、スイミングプール、350室の宿泊施設があります。16時50分、今夜の宿、ホームトゥーへ。18時34分、暮れゆくページ。盛りだくさんの一日でした。お疲れ様。